町内らしい山形らしいハリ子を目指すハリ子もヤがお送りするハりコマラジオご無沙汰しております。張りコもヤひろゆきでございます。卒業、進学シーズンですね。今私たちに大切なものは、はい、注目。 あー進学シーズンです約30年前進学で関東の大学に行くことになり埼玉県東松山市東武東上線の高坂駅近くの新築アパートにひろゆき青年は部屋を借りました大学生のためにどんどんアパートを建てているそんな町でした当時周りは畑も多くてですねコンビニもなくあれ埼玉さん来たのさあれ省内よりもあれ 表紙抜けしたのを覚えています上京引っ越しの時には父が一緒に来てくれました駅前の不動産屋さんで契約をして真新しいアパートに入りよし家具や家電を出す前に腹ごしらえだと、えー、大通りにある中華料理屋さんに行きました、えー、2人とも中華料理というタイプではなかったんですがもうその店しかない当時選択肢がそれしかなかったんですね あのお店まだあるかなそしてあの大学の頃過ごしたあの街今どうなってるかなそんな街って皆さんありますよね普段だったら4月5月は車で省旅行する時期で埼玉ぐらいうーんよし行ってみるかという感じなんですがこのご時世2年ぐらい東北を出るような島ではできてないですね Google マップのストリートビューってあるじゃないですか パソコンやスマホで地図の上、実際の場所に立っているるような画像を見れるサービス。これで思い出の街に行った気分を味わってみましょうパソコンでももちろんいいんですがパソコンよりもさらに臨場感行った気分を味わうために疑似体験ゴーグル Oculus Quest2Oculus MetaQuest2 を去年買ったわけで。 オキュラスにワンダーってソフトを入れるとストリートビューの中に立つことができるんですね。頭を左右に動かすと連動して景色も動くんですね。私はこれを使ってみます。で、行ってみましたよ。埼玉県東松山市高坂。ね、駅に降りると。 お、ありました。学生向けの不動産屋さん。当時と変わらないっすね。でも、当時の雰囲気はありつつ、アパートや新築のお宅がたくさん。当時の3倍ぐらい経ってっかな。そう、ここは電車を使って、池袋まで1時間。都内への通勤圏内なんですね。コンビニも増えましたし、えー、大きいお店もいっぱいありますね。大通りを進んでいくと、ありました。 弟行ったお店ままだありますねということはこの辺で曲がっていくとレスリング部の合宿所あれ合宿所ないけどもこの辺かなうちのアパートありました当時住んでいた30年前に住んでいたアパートまだあるじゃん懐かしいなでストリートビューって過去のストリートビューに行けるって知ってましたか パソコンだと左上のところで年代が選べます。おお、10年ぐらい前にするとまた学生時代の感じ、30年前に近い感じ。ああありましたね。こういうお店。懐かしいな皆さんもぜひ、この年代遡るっていうのもやってみてください。例えば、坂田で言うとすっかり新市役所に目が慣れてしまいましたが、ストリートビューをちょっと過去に戻せば、 懐かしい旧市役所の建物を見ることができます10年前の我が家も見てみたらお前の車が映ってますねしかもルさんがまだ初心者マーク貼ってる頃ですね懐かしいこんな感じで昔住んでいた川越市や大学の最寄り駅で最近アズ,アズが引っ越した高島平も見学しました 30年前も高島平団地やマンションで未来感たっぷりだったんですが今の高島平はさらにそこから発展もう鉄腕アトムの世界ですねもう駅が見つけられないぐらいに発展していますあと最近行けてない世田谷区轟のトラットリアロアジの周辺も散策してみましたおあ危ねえ危ねえロアジに行くとき目印にしていたコンビニが移転してしまってました 何回も行っているお店なのに危なく迷子になるところでした。今日は Google ストリートビューで気軽に旅行気分、そして時間旅行をする方法をご紹介しました。できればオキュラスで体験してほしいんですが、パソコンでも時間旅行を楽しめます。ぜひやってみてください。以上、ハリコマヤヒロユキでございました。またお会いしましょう。